の動画は黒船時計店に新入荷したバブルバッグ4本のご紹介です。4本ご紹介の前に、以前動画に出したバブルバッグの内容に加え、さらに深く解説をします。ロレックスの三大発明であるうちの一つ、パーペチュアル。この構造を実現するために裏蓋が泡のように膨らんでいるバブルバッグという愛称が付けられた時計が誕生しています。1933年から1955年までの22年間製造されたロングセラーモデルであり、現在でも人気のあるモデルです。以前出した動画では、実用レベルの自動巻きとしては世界初と紹介しました。なぜ実用レベルで世界初と言えるのか、それは当時の自動巻きムーブメントと違う点が大きく2つあったからです。1つは360度片側のみ回転するローターを採用したこと、もう1つはローターが非常に大きかったことです。大きなローターを全回転式にすることで、ちょっとした腕の動きに反応するため、他社のムーブメントよりも高い巻き上げ効率を実現しました。それまでは巻き上げ効率の悪さが自動巻きの問題点だったため、それを克服したロレックスはオイスターケースによる防水とパーペチュアルの自動巻きにより、実用レベルとして世界初の防水自動巻き時計を世に出しました。ロレックスの技術力の高さを証明し、現在の自動巻きの礎を築き、時計界に大きな影響を与えたのです。それでは新入荷4本のご紹介です。1本目のバブルバッグはリファレンスナンバー2940の1945年前後に製造された時計です。中央寄りのビッグアラビアの夜光インデックスにペンシル針のセンターセコンド、文字盤や針、ところどころ剥がれている金メッキから伝わる経年、それらによりアンティーク感が増し、この時計にしかない魅力を感じられます。中日側にはロレックスの王冠ロゴ、ロレックスオイスターパーペチュアル表記、6時側のクロノメーター表記は40年代半ば前後の特徴です。リューズは純正で、ロレックス、十字マーク、オイスターの表記があります。2本目のバブルバッグも1本目と同じくリファレンスナンバー2940の1940年代後半に製造された時計です。トビアラビアとバー採用の夜光インデックスにペンツ針のセンターセコンド、ステンレスケースにブラウンの光沢のある文字盤で珍しく、色合いがとても素敵です。12時側にはロレックスの王冠ロゴ、ロレックスオイスターパーペチュアル表記、6時側には40年代後半から自社ではなく外部でテストが実施されたため、サーティファイドが加わり、サーティファイドクロノメーター表記があります。リューズは純正で、ロレックス、十字マーク、オイスターの表記があります。3本目のバブルバッグはリファレンスナンバー5015、1940年代後半に製造された時計です。ツートーンのホワイトダイヤルにアップライトの大小くさび型インデックス、ペンシル針のセンターセコンド、3時、6時、9時、12時位置には三角形の夜光、それ以外はドットのように夜光が配されています。ベゼルにはジェットエンジンがモチーフと言われているエンジンターンド、12時側にはアップライトされたロレックスの王冠ロゴ、ロレックス
オイスターパーペチュアル表記。独自側には50年代前後から公的な認定機関による認定が行われたので、オフィシャリー表記が加わり、オフィシャリーサーティファイドクロノメーターと表記されます。リューズは純正で、1本目と2本目でご紹介した十字マークから四角にセンターラインが入ったものに変更され、ロレックス四角オイスター表記となります。4本目のバブルバッグはリファレンスナンバー6015の1940年代後半に製造された時計です。綺麗な経年を感じられるホワイトダイヤルにアップライトインデックスで、3時、6時、9時、12時位置は夜行くさび型、その他はドット仕様です。夜行アルファハンドの針と3時、6時、9時以外のインデックスの外側にはドット夜行が配されているので、暗闇でも時間を把握できます。ベゼルにはエンジンターン度採用です。エンジンターン度は2010年生産終了のオイスターパーペチュアルデイト、リファレンスナンバー115210以降はデザインとして採用されません。12時側にはアップライトされたロレックスの王冠ロゴ、ロレックスオイスターパーペチュアル表記。6時側にはオフィシャリーサーティファイドクロノメーターと表記されます。リューズは純正のスーパー十字マークオイスターロレックスの表記があり、中央には王冠ロゴがあります。一段引きした状態でも高い気密性を維持できるリューズです。バブルバッグはメンズモデルでありながら、ケース径は32ミリ前後と現行と比べるとかなり小さく感じられます。小さくて厚みのある時計で、手元に可愛さを与えてくれるのではないでしょうか。他の時計とは全く異なる印象を与えてくれるバブルバッグはとてもおすすめできます。ぜひご来店いただき、さまざまなバブルバッグを見に来てください。クロフレン時計店ではご購入者の方へさまざまな特典をご用意しております。今後もアンティークウォッチの情報を配信していきますので、チャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いいたします。